よりどこをのべか。外観一よりどこをのべか。外観に西側で入り口。よりどこをのべかは、北海道札幌市中央区にあったコミュニティレンタルスペース。所在地がかつてあけぼのと呼ばれていた地区にあることから、あけぼのを逆から読んだおのべかという名前になった。2011年オープン当時は飲食店として、主に定食を提供していたが2012年に閉店。それ以降は、 レンタルスペースとして運営され、火曜日に、おのべか市場、木から日かし館という業態で運営された。また、2018年4月より2階部分を改修し、手仕事スペースという短時間作業用スペースの貸し出しも始まった。2019年3月3日をもって建物閉館に、伴い現在地での営業を終了した。一転先などは未定。よりどこをのべか。 サロン B の吹き抜けスペース。毎週火曜日11時30分、17時30分に実施されているマルシェ。ランチやパン、野菜、雑貨の販売に加えてワークショップといったイベントも行われている。キッチン併設のサロン A と吹き抜け2階建てのサロン B のレンタルスペース。マイクスピーカー等の音響使用が可能で、音楽ライブ、物販、演劇、 ご飯会など多岐にわたる仕様が可能。5月から10月は10時23時、11月から4月は10時22時で利用可能。2階スペースで10時18時に絵を描いたり、編み物縫い物といった手作業用の制作場所として開放している。Wi-Fi 利用可能、飲食持ち込み可能なコワーキングスペース。ありがとうございます。